皆さんこんにちは、大川祐介です。じゃん、見てください。このカメラ何だと思いますか？初めて見た方もいると思います。はい、今回はですね、富士フィルムの GFX100M2 をお借りすることができたのでレビューしていきたいなと思っております。なんと僕の YouTube 史上で初めての中盤ミラーレスカメラです。はい、まあね、このスマートフォン、そしてアクションカメラ、マイクロフォーサーズ APS-C、フルサイズ、いろんなカメラ、いろんなセンサーサイズがあるんですけれども、その中で最も大きいセンサーサイズである中盤です。はい、もう長年レビューしてきる中で初めて中盤ミラーレスカメラが登場するってことで、本当に反省しております。このタイミングのレビューになってしまった、大変恐縮です。実はですね、僕の YouTube のメインカメラはですね、XH2S なんですね。コンパクトで、映像も綺麗で、で、写真も撮れると、写真も富士フィルム特有のフィルムシミュレーションがあった素晴らしいカメラと僕は思ってるんですけれども、まあオフィシャルでね、そちらのプロモーション映像を、まあ1年半ぐらい前に作らせていただいて、まあ今回ご縁があって GFX100M2 を今この場に出しておりますと。で、このね、特徴をお伝えしておきます。約1億200万画素という驚異的な超高画素機なんですね。で、これ GFX100 の後継モデルであり、2021年2月に発売された GFX100S の上位モデルに当たると。なので、富士フィルムのカメラいっぱいあると思うんですけど、その一番上に位置してきてると思っていただいて大丈夫です。で、1億200万画素というようにですね、これ正直使ったんですけど、圧倒的に写真にこだわりたいという方、そして、安定に動画表現をしたいという方、もうもってこいのカメラなんじゃないかなと思ったので、今回はこれ使うのめちゃくちゃ楽しかったです。はい、実際にね、撮影した素材も交えてレビューしていきたいなと思っております。で、特徴はですね、新開発1億200万画素の高速センサーと最新のエンジンを採用しております。現行比最大2倍の信号読み出し速度を実現しましたと。で、最高約 8.0 コマ毎秒の連写性能があります。これちょっとシャッター音聞いてみましょうか。ちょっと今雨降ってるんでね、ごめんなさいね。ちゃんと聞こえるかわかんない。気持ちいい。はい、まあね、最近ライカの SL3 をレビューさせていただいて、あのシャッター音ほどずっしりくるものはないけれども、通常の一眼ミラー列に比べるとややずっしり来る印象ですね。なので、まあ、中間を位置する SL3 と一眼ミラーレス、通常の一眼ミラーレスの中間ぐらいに位置するこのシャッターの気持ちよさかなと個人的には思っていて、写真いっぱい撮っちゃいました。はい、で、補正効果がですね、最大8段のボディ内5軸手ブレ補正が搭載されているということで、動画とか写真も手持ちでバンバン撮れちゃうほどの優秀な手ブレ補正力ですね。そして印象的なのがこのデザインですよね。最初にこういう風にお見せしたようにですね、なかなか見なくないですか、このデザインのカメラ。俺個人的にめちゃくちゃ好きでかっこいいなと思ってるんだけれども、何よりも本来ね、このファインダーっていうものがカメラの上部にもあるじゃないですか。それがないんですよね。で、全体的にこの色の配色とかも含めて、ほんとね、男心をくすぐるようなかっこいいデザインになってますね。これも最初見た時に、これ富士フィルムって思ったんですよ。本来さ、ほとんどがここにさ、ブランド名の主張があるじゃないですか。で、ないんですよね。だから本当に無駄のない最低限のクールな、全体的に高品質で堅牢性も垣間見える素晴らしいデザインだなと個人的には思っています。こちらにスチルとムービーの切り替えるボタン、そしてダイヤルの操作、電源で、ここでメニューで操作と。なので、富士フィルムユーザーからすると、すごく使いやすい。僕は XH2 をずっと使ってるので、この UI に慣れてるんだけれども、はい、ここも問題なく、使いやすい UI になっております。モニターもですね、こういう風に、
バリアングルではないんだけれども縦横柔軟に調整できたりするので、写真撮影動画撮影ともに問題ないけれども Vlog とかね撮れるようなカメラじゃないかなとは思ってます。でバッテリーはこんな感じこんな感じ、こんなコンパクトなのにねしっかり持ちましたからね。だからしっかりここの内部のねこの処理みたいなものが素晴らしいのかなと思ってます。で HDMI 端子とマイク端子と Type-C、 これで充電も可能と。記録メディアは SD と CFast Express Type-B のカードと、まあ、基本的にはデュアルスロットになってますね。で GFX シリーズ初の被写体検出 AF が搭載されておりますと。でここのまあこれモード切り替えられると思うんだけれども、シャッターボタンの上部に3つのボタンがあって、ここで被写体検出のオンオフみたいなものも切り替えられたりします。はい。AF もすごく優秀でしたね。撮影していてストレスが全くない動画、写真両方ですね。で、これレンズ外すとわかるようにですね、これ中盤カメラにしてはコンパクトなんですよね。でちょっとスペック表も見ていきましょう。価格結構高いです。約127万円ということで、はい。まあ、写真も1億撮れて、動画も、まあ、後でご説明するんですけれども、F-Log2 の 8K の映像撮れるんで、まあ、この価格は妥当だと。で、重さですね。一応、ちょうど1キロぐらいですね。約1030グラムと、有効画素数が1億200万画素。で、動画の記録方式は Apple のプロレス撮れるんですね。なので僕、これ普段撮ってる映像、この綺麗さで、プロ棋士の F-Log2 で収録しております。なので、色をこれ抜くと結構フラットで、カラーグレーディングを後から追加している次第になってます。で、動画記録画素数が 8K の 30p までと。ただ、8K はクロップされてしまうので、ここネガティブポイント1。最後にネガティブまとめるけれども、そこはちょっとね、8K ってやっぱりどのメーカーも言うけれども、こういう風にトレードオフが発生してしまうんですよね。はい。手ぶら補正は8段と、カードスロットはデュアルです。GFX って、多分一世代前って、なんと言ってもやっぱ写真。写真だったと思うんですね。で、まあ、京都でね、友人のりょうやたかしまさんですね。彼も GFX でよく星空を撮っていて、彼がね、使っていたから、ああ、やっぱり写真綺麗だなっていう印象がすごいあったんだけれども、その印象ももちろん引き継ぎながらも、動画。ここまで動画機能充実してる、富士フィルムのカメラはないんじゃないかっていうぐらい、素晴らしい仕上がりになってます。はい。で、GFX シリーズ初の 8K30p の撮影に対応していると。で、8K はクロップされてしまいます。で、4K の 60p の映像、422の 10bit ですね。カメラ内カードの記録で実現できちゃいます。で、結構ね、これも特徴的だったのが、複数のフォーマットで撮影可能な動画フォーマットモードっていうのもありまして、例えば 35mm のフォーマットレンズとか、アナモフィックレンズとか、やっぱりいろんなレンズに合わせて、このフォーマットが変わったりするじゃないですか。そういったものを調整できるっていう、まあ、かなりね、映像クリエイターに特化した、そんな設定もあったりします。で、動画撮影中のトラッキング AF 機能とかも新搭載となっていて、Apple ProRes コーデックにも対応しております。内部ロー収録はできません。ダイナミックレンジがですね、14プラスストップになっているので、F-Log2 をですね、GFX シリーズで初めて搭載したモデルとなっております。動画クリエイターからすると、F-Log2 ってのはものすごく解像豊かで、もし富士フィルム製品を使うっていう方はね、F-Log2 をぜひ使ってカラーグレーディングをしていただけると、富士フィルム特徴の美しいこの質感を引き継ぎつつも、ちゃんと自分らしさみたいなものを表現できるので、これがね、GFX シリーズに写真のね、1億万画素っていうのと動画がこの組み合わさってる。そしてこんなにもね、高いスペックが搭載されても、やっぱりバッテリーの消費みたいなのも早くないんですね。ちゃんと1日使ってても、今これ
まだ充電してないんだけれども、ちょこっと残ってるんですよね。そのぐらい余裕も感じさせられる素晴らしいカメラだと僕は思ってます。まあ使っててですね、基本的にやっぱり120万するカメラっていうのと、写真動画文字通り素晴らしいスペック、素晴らしい高品質なカメラだと僕は思ってるんですけども、やっぱり、ネガティブを言うならば、やっぱり 8K っていうものが搭載されているんだけれども、やっぱりクロップされてしまうと、1.5 倍のクロップですね。まあ、ここは、やっぱり 8K っていうね、名前を、キーワードを使うんならば、そういったトレードオフは発生しないでほしかったなとは、個人的には思ってます。ただ、ね、5.8K とか 4K とかであれば、クロップの必要性はないので、まあそこはね、ちょっと残念ポイントかなと思っています。その他にはですね、基本的にこの操作音ですね。なんかウィーン、ウィーンみたいな音が結構ね、強い印象を受けるんですよね。当たっちゃった。で、これ今ね、左側にレンズが美しく映ってるかと思うんですが、GFX シリーズですね、レンズもものすごく豊富なんですよね。今回、ほんと多くのレンズ使わせていただいてですね、この 80mm の F1.7 とかは、このレンズで最も F 値が低い、レンズになるんですけれども、これ中盤、いわゆるね、このセンサーサイズが大きければ大きいほど、ボケ感みたいなものも出るんですよね。1.7 で撮影したこのボケ感が、こんな見たことないっていう表現ですね。動画って写真よりも情報量が多かったりするから、映りすぎてしまうと、もちろん表現にもよるんだけれども、僕がよくやるシネマティックな非現実的な表現ってのは、やっぱりボケ感を活かしたいって思ってるんですね。ってなった時に、意外とね、僕初めて使うんだけど、確かに中盤のセンサーサイズって、フルサイズよりもボケるじゃないですか。だから動画機として俺かなりいいんじゃないかなと思っていて、これ今後も普通に使いたいなと率直に思った。動画機としても全然いけちゃう素晴らしいカメラだなと思いました。もちろんね、1億万画素のこのなんて言うんだろう、ズームしてもこんなに繊細なのかっていう恩恵を受けつつも、動画もこのクオリティで撮れちゃうと、で中盤の恩恵もこんなに受けるんだなっていうのを初めて痛感しました。なのでこれはね、結構使用期間延長したいっていうぐらい、はい、連絡します、これから担当者の方に。なのでその分ね、かなり高価格帯になってしまうんですけれども、間違いない製品だとは僕は思ってますし、まあそれはね、今回撮影した映像とか写真とかを見ながら皆さんでね、判断していただけたらと思っております。ちなみに GFX100M2 はこちらの店舗でレンタル可能です。ぜひね、ご活用ください。詳細はね、概要欄に貼っておきます。今日はですね、僕のチャンネルで初めての中盤カメラのレビューということで、はい、引き続きカメラとか、まあ、ちっちゃなね、カメラとかも含めてレビューさせていただきますので、感想等ある方はぜひコメントよろしくお願いいたします。バイチャー。